さんこんにちは、しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回は放課後ルーティーンの動画を撮っていきたいんです。撮っていきたいというか、もう撮っちゃったんですけど、あのですね、まず帰ってくるところを撮り忘れてしまったんですね。なのでこれ今後撮りなんですけど、撮り忘れてしまったので本当に中途半端なところから動画が始まってしまうんですけど、今からね、放課後ルーティーンの動画を再生していきます。はい、ということで撮り忘れてしまって申し訳ございませんでした。帰ってきて多分手洗いうがいしてね、多分今からそうですね、やる、本当に帰ってきてすぐやる感じです。ということでどうぞ。はい、ということでまずね、サラダ油を大さじ3入れていきます。これ大さじね、うん、1杯でしょ、うん、え、そんなに入れんの？2杯でしょ、うん、3杯、はい、結構多いね。結構入れますね。まあ、OK です。はい、そしたら次に、うん、卵は入れます。はい、なんか特大なの飲んでない？うまねえ、紅茶を飲んでます。これドンキで買ったやつ。はい、はい、でもこれカロリーとかゼロなの。カロリー糖質カフェインゼロだからね。そう、なんかあんまさ、うん、あれなんとか感がなくなるよね、ね、なんだっけ、ね、よくたまに言葉が抜けるんだけど、なんとか感が なくなるよね。絶望感じゃない？絶望感やだこれね、ビニール入ってます。はい、あんまキッチンを全部見せないやなで、そしたらフォークとなのでしっかりほぐすように混ぜる。だってしっかりだって、しっかり混ぜてください。何かこれぐらいでえ、しっかり混ぜるんじゃないの？次に次に牛乳を加える、ね、よくそんなんでもさ、お菓子作るの好きだよねめっちゃ適当人間でさ本当適当じゃない。 80ml だって。100のちょっとした100のちょっとした。私100になっちゃったからいいいいんだ、いいよ別に。ねえ、なんそう大雑把なの？そう、ちゃんと綺麗に作って。違うよ、料理っていうのは愛でできてるんだけど。愛でできてるんだ。愛情たっぷりコメント見たらうまくできるわけよ。最近さ、卵焼きとかも作るわけよ、うん、そしてさ、うん、たまにさ、うん、なんか3分あの小さじって大さじの3分の1じゃん、うん、それ2回分なわけだけどさ、うん、半分でいっかとかって半分のちょっと上あ、あ、もういっかって。だから味薄かったりするわけ。最近だから最近味濃かったり薄かったりするの。ムラがあるよね、ほんとね、最近ねまあいいけどさ、そしたらさらにミックスを加える。ミックス？それですね。ああ、それですね。何がミックスなのかと思った。チョコケーキミックスです。はい。パシャッとかやんないでよ。怖っ。マジか。ね、ハサミ使ったら大丈夫？ね、パシャンとかやめてよ、本当。まあ、それだけは本当にやめてよ。やだ。ナイナスとか嫌だね。やだよ。私変なとこから来てるかもしれない。ねえ。まあまあまあ、とも性格出るよね、この雑さ加減。はいじゃないよ、はいじゃん。なんで笑うの？全然混ざってなくない？ねえ全然混ざってなくない？しかもフォークで混ぜるってんの？フォーク等でって書いてあるんだよ。あ、そうなんだ。ね、混ざってないよね。まあいいけどさ、大丈夫？作れるこれ面白すぎんだけど3分しっかり混ぜて。だってじゃあ混ぜてちゃんと全部入れてから多分私はあえて入れない。なんで入れないよ入れようよ。志保流ですから。何が志保流？いやいや、ちゃんとあれして、説明書通りにはやらない。やらないの？まずそうだ
なんでよ、美味しそうって言おうよ。いや、これで美味しそうはさすがに無理じゃない。美味しそうでしょ。美味しそうだ、美味しそう、美味しそう。全然戻んないんだけど、何これ。戻んないね、これ全部戻んない。全然戻んない。あ、でもだいぶ戻ってきた。あ、戻ってきた？あ、一応混ざってきたんだ。表面に粉がいっぱい溜まってるだけかな。うん。いいじゃん、いい感じじゃん。いい感じになってきた。うん、いい感じになってきた。ね、あのちょっと泡があるね。うん、そう、だいぶいい感じに。うん、次は？混ざったね。混ざったら、うん、約5センチの高さから5回落とすんだって。え？5センチの高さ？5回落とす。あ、トントンってこと？2、うるせえ。そしたら5分冷蔵庫で冷やします。5分、ペッチャンコすぎだよね。だね。え、全然見本と違くない？見本こんな分厚いよ。いやだ、これは絵だから。こっちでしょ。こっちだよね。これでしょ。でもこれはこれでもすごい分厚くない？分厚いよ。え、ちょっと見て。え、ちょっとペランペランじゃないこれ。大丈夫？足の使い方が、ペンとは？うん。うん。ひどいな。で、あと何するの？あとね、これチョコをかけるの。あ、また。これチョコなのね、もう。そう、チョコなの。へー、それをかけて出来上がり？そう。へー。あ、行きまーす。はい。しーちゃん見てないです。おー、すごいね、このチョコは。これ。完成ですね。完成でーす。味は美味しいのかな。味は美味しいと思うよ。食べてみる？どう切る？4等分かな。うん、切ってみようか。とりあえず。切りますね。うん。多分切れてるはず。切るのね。うん、次横ね。その誤差は大丈夫でしょ。うん、この辺チョコがもうかかってない気がする。まあ、オッケー、完成です。じゃあ食べてみてください。じゃあちょっと一かけら食べますね。はい、この袋、この皮。はい、味を、熱いかな、気をつけて。熱いかな。うん、はい、ティッシュ。ありがとうございます。いただきます。はい。どうですか？うん、どうですか？うん、うん、何、何、その、美味しいと。本当？はい、本当？正直に。正直にだよ。ちょっと焦げた。マジ？やっぱ焦げた？焦げてますね。焦げてる。でも美味しいよ。本当？でもちょっと焦げ気味？焦げ気味です。だってしーちゃん5分って書いてあったのにさ、5分でもうちょっとかなとか言ってさ、さらに5分ぐらいやってたよね。で、ママが気づいてさ、ちょっとやりすぎじゃんって言ってさ、これでも2分ぐらいで救出したんだけど、計7分やっちゃったってことだよね。
もう焦げてた、ね、8分ぐらいって出た。やばいね、やばいね。あ、でも美味しいよ、うん。ママも食べよう、うん、食べよう、美味しいです、はい、はい